パパイヤ栽培の様子、お友達紹介をします。こんにちは、里山日記です。パパイヤは暖かいところで育つイメージがありますが、最近では沖縄以外のところでも栽培されています。私の住む鳥取県でも栽培が盛んで、身近なところでも立派なパパイヤが育っています。動画内のパパイヤはうちの近所の様子です。調理方法が普及していないせいで馴染みの薄い食品ではありますが、害虫被害が少なく栄養豊富な作物なので、これから徐々に人気が高まってくるでしょう。熟する前の青パパイヤは野菜として、熟したパパイヤはフルーツとして食されています。熟したパパイヤにレモンやシークワーサーなどを絞って食べるととっても美味しいですよ。近所で栽培されているのは青パパイヤのみで、フルーツパパイヤは気候上難しいようです。これはいただいたものです。一度にこの量は食べられないので、乾燥や冷凍保存をしました。私はパパイヤのレシピが少なく、サラダか炒め物、スープぐらいしか作ったことがありません。同じ鳥取県に住む料理上手な友達がいるので、いろいろと参考にさせてもらっています。自家製発酵調味料を使ってとっても美味しい料理を作り、 YouTuber でもあるので、ぜひ紹介したいと思います。そら豆母ちゃんさんです。このように発酵調味料を使った料理を紹介しているチャンネルです。彼女の料理を食べると 4,5 日は体の細胞が喜んでいました。とっても美味しいのでお店を出してほしいくらいです。パパイヤ料理のレシピもありますので、ぜひ見てみてください。概要欄にチャンネルのリンクも貼っておきますね。今年はそら豆母ちゃんの豆板醤の作り方を参考に作ってみました。これで麻婆豆腐を作るのが楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンを押していただいたり、チャンネル登録をしていただけると励みになります。